このガシャットはこうやって使うんだよ。ガッチャーン、ドゥク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 、デンジャラスゾンビ変身、ガッシャット、バグルアップ、デンジャデンジャデスタクライシス、デンジャラスゾンビ。ようやく変身できた。去年の年末から実に3ヶ月、私ほど発売するまでに時間のかかったライダーは他にはいないだろう。でもあんたテレビでもう死んでんじゃん。え、でもそれを言うならキヤさんももう死んでんだけど、最近ではもうバイクすら出てこないんだけど。いやいや、そこはお前バイクぐらい使ってやれよ。逆に考えるんだ。死んでから発売されたライダーも私くらいだろうと。やはり私は天才だ。あり余る才能が恐ろしいくらいだ。え、何言ってんだこいつ、わけがわからない。こんにちは、変形合体改め、アズムンジャーです。今日は仮面ライダーエグゼード総動ステージ5で遊びます。こちらは1個380円で全部で7種類です。たくさんあるので2回に分けようと思うんですが、今回はあえてゾンビゲーマーの方から分けていこうと思います。まず箱の表はこんな風になっていて、ソウとドウがくっつきます。裏はこんな風になってます。まず5番を出しました。めっちゃ軽いです。多分今までで一番軽いですね。出しました。とりあえずお菓子を食べます。シールは全部で7枚です。貼りました。スタンドなしかと思いきや若干短いやつですね。短いスタンドがついてます。このスタンドも一応立ちますね。普通だとこれだけだと何もできないんですが、せっかくなのでゲームにつけてみようと思います。外してステージ2の方につけてみます。まずボディですね。お、前は大丈夫です。で、背中が、あ、ちょっとここの形が違うみたいですね。一応つきます。で、肩をつけて、これはこれでかっこいいですけど、あと一応頭ですね。こんな風になりました。ゾンビゲーマーになる途中のゲームみたいなのができました。取り外したパーツはこちらにつけることができるんですが、ちょっとこの頭が重くて立たないです。頭をつけなくていいなら立ちます。あとプロトスナイプのレベル1の頭がついているので、レベル1のボディがあれば取り付けることができます。せっかくなのでガシャコンマグナムも持たせました。あとはプロトスナイプレベル1用の胸のシールもついているので、ここに貼ることができます。あとはレーザーのレベル1とレベル3のゲームにやられてダメージを受けた時のシールがついてます。こことここに貼ることができるので、あの印象的な劇中のシーンを再現することができます。次は6番です。こんな風に入ってました。シールは全部で8枚です。貼りました。これ色分けが素晴らしいですね。この辺の白とかですね、ちゃんと塗ってあります。このベルトみたいなとことかですね、こんな風になってます。それでは早速5番のクロスパーツを装着します。まずは胸ですね。ここに取り付けて、背中はこれですね。そして肩ですね。肩は片方だけですね。ここに取り付けます。もう片の方は、このなんかネジみたいなやつで、ちょっとこれは、あとは実況を取れますね。そしたら、あとは頭です。頭が、ちゃんと塗装してあるやつに変えます。こっちは白一色ですね。できました。かっこいいですよね。この白と黒で頭が半分になってるところが、仮面ライダーダブルのファングジョーカーっぽいですよね。可動の方はいつも通りです。頭が若干上下と左右に動かせて、腰はちょっと動かないんですが、腕が一回転して横にここまでですね。ロールもあって肘が
このぐらい曲がります。そして足が前に90度ですね。そして後ろにちょっとお尻が当たるまでですね。で横が90度ですね。ロールもあって膝が結構曲がりますよね。で足首はボールジョイントで柔軟に動きます。準備、余った頭はちっちゃいスタンドに取り付けて、これ反対ですね。こっち向きにしたらなんとか立たせることができます。ちょっと生首みたいで怖いですね。ゾンビっぽいです。パワーアップ前のレベル2のゲームと一緒に並べるとこんな感じです。ゾンビゲーマーの方がだいぶ足がごつくなってますよね。太ももも太くなって、ここですね、背の方も大きくなってます。あと多分若干背も伸びてるっぽいですよね。なんか肩の位置が高くなってる気がしますね。あとは腕もゾンビゲーマーの方が長いですよね。後ろはこんな感じです。ゾンビゲーマーはもうレベル1にならないので顔がなくなってますね。ちなみにハンターゲーマーを装着するとこんな感じでめちゃめちゃかっこいいんですが、右肩が特殊でこれになっているのでこれ装着できないです。あとは背中に顔がないのでちょっとここがスカスカになってしまいますね。でもスネのパーツは外すことができたので足のパーツも取り付けることができたのは良かったです。ちなみにロボットゲーマーを取り付けるとこんな感じで、まず右肩に肩のパーツが付けられないのと、ロケットパンチが左だとこのギザギザがあって付けられないので右手につけるしかないですね。ドレミファビートを装備するとこんな感じです。やっぱり左肩はこの肩が装備できませんけど、こちらはまあスピーカーがこっちがあるから、まあ、これはこれでいいかもしれないですよね。ジェットコンバットを装備するとこんな感じです。これはもともと肩のパーツが白と黒なのでなんかゾンビゲーマーに合ってる気がしますね。それでは次は7番のスポーツゲーマーエグゼードバージョンです。箱の表はこんな感じで、アクションボディがあれば走道でつながります。裏はこんな風になってます。開けました。結構びっしり入ってます。出しました。シールは全部で11枚です。貼りました。今回はこっちの方のシールを貼ってみました。あとエグゼードの頭がついてるんですが、これはここにつけて収納することができます。そしてスタンドがついてるので立てることができますね。左のステージ3のスポーツゲーマーと並べるとこんな感じです。今回のエグゼードバージョンは一見全く同じに見えますけど、まあ、確かにこのピンクは同じですけど、この緑ですね、こちらがちょっとカメラ越しでは分かりにくいですが黄色から黄緑になってます。もちろん自転車に乗せることができます。ただし残念ながらちょっとペダルがないんですね。個人的には目がある方がちょっと目つきが悪いのでゲーム用で、目ん玉ない方がエグゼード用の方がいいかなと思います。もちろんゾンビゲーマーもチャリに乗せることができます。それでは早速エグゼードに装着させます。まずはアーマーを外します。ボディと両肩ですね。そしたらこれ外して、これつけました。でちょっとここを下げるんですね。でここですね、ここをこのようにして、あとはベルトを外してレベル数用に交換して、頭もですね交換すれば完成しました。ちなみにゲームと並べるとこんな感じです。ガシャットは世界に一つずつしかないので二人同時に装着はできないんですが、これはこれでいいですね。ちなみにあとはゾンビゲーマーに装着できるかどうかですけど、あれ、おお、あ、なんとかつきました。ちょっと肩が干渉するので、ちょっとこれちっちゃいですけど外した方がいいですね。これでやっと曲げられますね。こちら側もこれを外すことで曲げられます。これはこれで面白いと思います。
というわけで、ソードステージ5のゾンビゲーマーでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。